さあやっていきましょう。今日やっていくのはね、こちら相撲取りドリームズという謎のゲームをやっていきます。フリーゲームですね。パソコンで やれるフリーゲームなんですけども、一応スマホでもできるらしいですね。今日ね、何の動画やろうかなとちょっと考えてて、ツイッターのタイムライン見てたら、何気に見てたらね、相互フォローで、まあ一応ちょっと交流のあるバーチャルメンヘラ哲学とのフミクラニュン氏、一応これ画像出しとこうか、リンクも飛ばしとく、いやリンクまではおかしいな、それはおかしいな、画像だけ出しとこう。フミクラニュン氏がやっていたのを見て、おこのゲーム面白そうじゃないかと、ね、フミクラニュン氏いいですよ、彼女いいですよ、彼女なのか彼なのかよくわからないけども男なのか女なのかよく分かってない、それすら分かってない、すごいシュールなね、シュールなゲームをプレイしているのを見かける。昨日はなんか寿司が、回転寿司がなんかひたすらサーキット回りまくる謎のゲームやってた。ああいうゲームどこで見つけるんだろうな。ということで、これこういうゲーム、このゲームやっていきます。まあ要はね、このブロック状のキャラクターがを相撲に見立てて、円から出ないように、先に倒れないようにするだけなんでしょうけど、操作はね、方向キーとエンターと、あーバカバカバカバックスペースキーというのらしいですね。エンターキーを押すと片手で張り手、バックスペースキーを押すと両手で張り手を突き出しみたいなのをしてますね。こういうことをこのわちゃわちゃわちゃっていう動きがね、もうこれだけで面白いなこれだけで面白い。どうだい、前前前、うい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 、一応ちょっとプレイングしました。でも動画の失敗というか、動画を撮ってみて、まあ、これちょっともうちょっと納得いかないなっていう程度で撮り直しみたいな感じですけどもね。一応2人モードとかもあるんですけど、2人モードは、まあ両手でやるというか、一つのキーボードで共有してやるって感じです。あ、もうこれスマホ版面白いかもしれないね。スマホ版面白いかも。うん、スマホまだやってないけど、ちょっとやってみてもいいかもしれないな。これで人と戦いて。でも、人と戦うと、やっぱ相手も素人並みの動きするから、やっぱコンピューターぐらいのがちょうどこう、超えれない壁っていう感じがしていいかもしれない。超えれない壁感が残った。ハッキー、おーい、残った。ちょっと勝てないな。5つ勝ちなの。よし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 、どうやって勝ってんのかもよくわかんない。残った。まず左にステップ、それから前に出ていく。ダメですね。相手が張り手してくるんで、その張り手に打ち負けないか、かわさなくちゃいけない。かわす。あ、両手できたね。これは難しいよ。前、まっすぐ。あ、足かけるのなしだよ。両手で押し、あこれ勝ちか。するんですよ。ジャンプ。使い道がわからない。バックがないんだな。けどなんかすごい人間っぽい動きしてない。今3回チャレンジして失敗したから。4回目のチャレンジ。ここらで成功したい。動画的にもね。あんまり長くしすぎてもよろしくない。この辺りで。いって。よし。相手より先に手を出す。ん？これいける。これ勝てる。よし。こういうことですね。悔しい。いける、このままいけ。押してない。でん、前進んで押す。これ勝ち。よしよし。相手が体勢を崩したら無理に追い打ちをしない方がいい。これ見えてきた。相手の体勢が崩れそうになったら押せばいい。これもバタバタしてるんだよな。相手倒れてる。これダメだね。こっちを苦戦してます。ダメだ、残れない。
こっちも向こう同様に前に出ていく、あ、ちょっと分かったかもしれない、前に出ていく、あ、ここら辺、ここでも前に出て、なお前に出ていく、前に出ていく、前に出ていく、ちょっともっとアグレッシブにいく、お互い前に出ていきつつ、よし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 、前に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 、ちょっとちょっとちょっと相手より先に突きを出す、ダハハ、でも掴んでるよね、掴んでき始めた、行くぞ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 、それ相撲って蹴りダメなの、どうなの、蹴りって、蹴りってオッケーなの、相撲的に相手の(笑)ボタン間違えたら即死だよ。わちゃわちゃしとる、わちゃわちゃしとるんよ。あっけよ、残ってくれ。あっけよ、前。ここで相手を。よしよしよし、残ってる残ってる。おお、分かって、分かって、分かってる。今のいい、今の分かってる動きしてた。前に出ながらもう相手の姿勢を、あ、先に足が滑ったね、今ね。下の地面が悪かった。先に残った。よく見るとこれ、なんか土俵だけどさ、大理石みたいな土俵だな。ここでね、今追撃しなかったでしょ。それが、それがクレバーな相撲レスリング。ウィー、よっ、ここで、ここで、よし、ここで、ここで残、おっと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 。いやまだ行くよ、ここで勝ちに行きます、ここで勝ちに、もうだいぶ掴んだ、だいぶ掴んだ、ここはもう勝ちに行く、相手の、相手のペースに、おお、危険な危険な危険な体位になろうとしていた、あっけよーい、残った残った、残った、前へ前へ前へ、ゴーフォワード、そして相手の、おお、分かってきたかもしれない、あくまでも先行先行先行有利、一手目を、よし、ここで残る、ここで残る、残れ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 、よし、よし、これはいい、これはいいよ。さあ、発揮、おーい、残った。相手が前に出てくるのに合わせて、クックックック、ダメだ。もう負けてたのが、今、スペースキーをしたのを負けてたんだな。すぐ飛ばされた。発揮、おーい、残った。ああ、気負いが出たね。ちょっとあの勝ちを、勝ちを意識したピッチングをし始めた。ちょっと勝利投手の、勝利投手の5回を投げ切って、味方がリードしてた。ダメだ、追いつかれた。勝ち投手の条件が。前に出ながら押す。ここで、ここで、ここで我慢。よし。3勝4敗です。ここ勝ったらね、ここ勝ったらもう勝ちだから。勝ち残った。前に出ながら押す。残る、よし、勝ってしまいましたな。まあね、こんな感じでわけのわからないゲームやるのも時にはいいでしょう。面白かったですね、このゲーム、本当に面白かった。このなんか全然自由にならない動きがすげえ楽しい。相手がもうどっか行っちゃう、そのままどっか行っちゃう、どこに行くの、どこに行くの、一応コントローラーの動きに追従してる気がするけど、そうでもない、そうでもない、あれ、このキャラどう言われて動いてんの？ん？今この時点では動かせないか、動かしてないのか、実は、あ、実は動かしてないんですね。今これでも固定されちゃった、固定されちゃいました。まあということでということで、スモードリームスでした。勝っちゃったんでね、ここまでにしましょう。皆さんもぜひね、本当に暇でどうしようもないときは、このゲームインストールして、あ、倒れた。してみて、やってみたらいいんじゃないでしょうか。また何か面白そうなものがあったら、それも動画にしようと思います。ほなまた、また別のゲームで。